ワンボックス未開封あったわ。未開封ボックスゲットできてるから今日はもう間違いなく全種コンプリート。あと少しだから。いや、運が良かったわ、マジで。未開封ボックスゲット、やっぱ未開封ボックステンション上がるな。まだ開けられていない。あとはね、持ってないのが、大魔教だか。あ、そっか、大魔教出てねえか。大魔教と、祈願城と、魔界、あ、そうか、美代子さん出てないんだよ、魔界大冒険。あとはね、パラレル、最優秀データ、あ、日本誕生出てない、のび太の日本誕生。そうだ。ドラゾンビじゃないけどね、このドラちゃんも出してないんだよな。これも出さなきゃな。あとはネジ巻きは出てるでしょ。あ、ロボキンだ、ロボキン。ロボキンも出てなくて。あと宇宙開拓士か。結構あるな、出てないの。あと少しだった時、こうやって、改めて見てると結構あるかもしれない。まあでもコンパいけるでしょ。あ、月面探査機も出てないよね。これ最近見たばっかなんで、テレビでやってたの録画してさ、月面探査機。でもシークレットも出てるから。まあその点に関しては、気持ち的には余裕かなということで、ドラちゃん、全集コンプリートして、並べたろうぜ。未開封ボックスだからな、今日は。未開封ボックス。喜びの未開封ボックス。いいね。やはり、未開封ボックスは、どのシリーズでも興奮するよな。開けられていない。いや、まあ、変わんないとは思うんだけどね。いつもシャッフリングされてるとは限らないからさ。でも、開けられていない箱って興奮するよな。未開封ボックスで、俺はドラちゃんを全集コンプリート。いや、嬉しいな。まさかの未開封ボックスゲットできるの。そして、コンプできたら最高なんだけど、まあ、確定ではないからね。確定ではないか、そこが不安だけど、いきます。初の未開封ボックス。おお、ドラちゃんが並んでいるぜ。ドラ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 ラ、いくぜ。ドラちゃんを全種コンプリート。まずは右列から仕留めていく。頼むぞ、コンプリートさせてくれ。今日で全種類コンプリート。いったる、今日で全種類いったるルート、いくぜ。さあ、記念すべき一つ目、未開封一つ目。いいね、グリーンだね、卵だね。頼むぞ、コンプさせてくれよ。いや、今回これ結構すんなりコンプできるかもしんない。なんかそんな感じするよね。まあ油断はできないけど、なんかいい感じで出てるからさ、今までのやつ。だから、いけるんじゃない？一発目から持ってないの、いって持ってないの来たら超最高。一発目から被ってしまいましたが、被っても嬉しいこのシリーズで、全然問題ないというね、もう待って、もう待って、全く問題がない。つうか、むしろありがとう、被ってくれて。緊張してきた。一発目被ってすげえ緊張。頼むぞ、今日でコンプするんだ、俺は。今日で全種類コンプリーティングを決めて、ドラちゃんを見ながら飲むプロテイン、マッスルでしょう、大胸筋でしょう、大胸筋。大胸筋、男は大胸筋型で、そして、トゥットゥルドラビアンナイティング。まあ、予定では、一発二発で初っ端から持ってないのを出して波に乗る予定だったら、あれどうした？ちょっと待って、未開封ボックスだぞ。今日未開封ボックスだぞ、お前。なんで未開封ボックスでバッカやろっかな、お前。絶対出る、大丈夫。後半で荒ぶるタイプか。後半、でもさ、ライフなんぼだったっけ？持ってないな、結構あったよね。なんか、あと少し、俺的には4個ぐらいだと思ってたんだけど、結構あったから。ちょっと待って。結構被られるときついんだわ。被られるときついから、さあ、頼むぜ。出てくれよ。持ってないの、ここで持ってないの1個は。補充しておきたいよね。ミュージアムは2013年、いや、なんかさ、ミュージアム比較的最近な感じするよね。でも2013年だから結構前なんだよな。結構、でもなんかちょっと最近見たっけな。なんかさ、たまに最近見たやつ勘違いしてさ、最近の映画って勘違いするとき、いや、見てないな。俺見たの探査機だもんね。探査機を見たんだよ。月の月面探査機を見て、あれ、なんかすげえ最近な感じするけど、まあまあまあ、そこはいいや。とりあえずコンプだから、今日はとりあえずドラチョコ1個をコンプして、コンプを決めて、並べて、みんなで見ると。そして、この動画フィニッシュ。カン。ドラえもんチョコ1、そして第2弾のバンホー。バンホーの野郎に座る。バンホーさん、今回出なかったかな、やっぱ。最優秀出るってやべえ。あと、7個だよね。持ってない。待って、もうあと7だよな。あと7個だよね。待って、コンプできねえじゃん、今日。終わったんだけど。だってあと6個なの。ガチか。キッズ、まあいいや。もういや、マジ強、未開封なのに。未開封ボックスなのに、今まで全部被っている。ちょっと待って。まあでも、いや、次回だな。いや、毎回言ってんな、次回コンプ。なんでコンプできんかったんだ、未開封ボックスなのに。今日未開封なのに気合が違うのにな。まあでも、一個でもさ、近づけるように、コンプに近づけるように。いや、てかさ、俺バギーちゃん出したいんだよ。前回出なかったバギーちゃん。海底、祈願城、パワー。ほほほ、来た！俺の大好きな映画、これ。1983年生まれる前なんだよね。こんな生まれる前の映画をめっちゃ子供の頃見てたんだよな、好きで。すげえな。俺まだ生まれてる大先輩じゃん。
やべえ、映画ドラえもん、のび太郎海底、機関銃、ついにバギーちゃんゲット。この帽子にも入れるんで、この帽子。帽子がでかくなって、ブイーンってなって、家の部屋みたいになってて、それもすごいね、ワクワクして好きだった。やった、バギーちゃんだ、ついに来た。ジャイアンたちがさ、沈んでさ、死ぬのですかみたいなシーンあったじゃん。あれ怖かったよね、ちょっとね。バギーちゃんの野郎ね。バギーちゃん、マジで、でも最後、バギーちゃん、男、まあ、男っつうか、バギーを見てるんでね、バギーを。やったドラコの顔ドラコの顔可愛すぎだこれ、青だるき、やべえ、めっちゃ可愛い。でこの台座にセッティングするわけですな。やばい、バギーちゃんめっちゃいいじゃん。バギーちゃんが再現されている、細かく大活躍するんだよなバギーちゃんな。静香ちゃんの涙よ、静香ちゃんの涙、すげえ。バギーちゃんついに来た。ドラちゃんかわいすぎだろこれ。ドラゴンお前かわいいな、ちくしょう。初バギーちゃん来たね。初バギー、前回出せなかった初バギーちゃん。自分の好きな映画のさ、ドラちゃんが来るとやっぱテンション上がるな。めっちゃいいわバギーちゃん、ありがとう。いやコンプできんかったけど、まあこっから怒涛のラッシュ入ってかなり攻められるかもしれないが、多分今日は未開封ボックスなら関係ねえんか。未開封ボックスが絶対運がいいと、乗り乗りまくってるから絶対コンプだと思ったけど、全然ほど遠かった。でもね、前回出せなかったさ、祈願城のバギーちゃん出てるから、全然熱いよね。展開的には熱い。いや、バギーちゃんすごいいい感じだったしね、しかもね、バギーちゃん。めっちゃ一番いいんじゃない？ちょっとドラちゃん、やっぱバギーちゃんに乗ってるもちっちゃめなサイズになってるんだけどね。ピースケと並んだかもバギー。いやまあ自分の好きな映画っていうのもあるんだよ、本当にポイントが、その自分の好きな映画ポイントがすごい高い。そしてザンデュデュデュ、あ、合計で3つ目の宇宙ドラちゃんという、あの格好可愛いね、あの宇宙のさドラちゃんの格好、あれすげえ。あと棒がついてちょっと浮いてる感じもね、宇宙感が出ててすごくそこも好き、気に入っているシリーズのドラちゃんである。そしてあとね4つしかない。え、バギーちゃんだけで終わるかな。いや、やべえな、コンプ結構、いや、まあ、そこはチョコエッグだからね。まあ、これが楽しいんだからチョコエッグの、そこで楽しまなきゃね。何が出てくるかわからない。自分の思い通りにはならない、このチョコエッグのわがままさ。そこがいいんだよな。そこがすげえね、大胸筋に来るんだわ。トレーニングしよう。行くぜ！おったいない、これ！バギーちゃん来たから、ミヨコさんでしょ。チンからほい。え、ゆうか、シークレットさ、最初にあのワンボックスで200個来たっきり出ないよね。やっぱあれすげえ運良かったんだな。なんか、最初にあの出たからもう、ワンボックスが1個確定レベルでなんか、どんどん出ると思ったんだけど、全然出ねえわ。あれっきり。あれ運良かったんだね、やっぱ。これが今回のシークレットドラちゃんなんだけどさ、めっちゃ可愛い。いや、3つ欲しいよね。あと1個くらい出ねえから。今日出ないから。いや、でもかぶりは優先しない方がいいか、シークレットといえども。新しいのを埋めていかんとコンプすげえ長くなるから。本当は今日でコンプ決めるはずだったのにな。未開封ボックスなのに。未開封ボックスなのにな、マジで。コンプかなりきついかもしんね。ドラえもんチョコエッグ。まあ、ドラえもんチョコエッグってか、チョコエッグは結構強いからな。俺、動物の森まだコンプしてないんだよね。しずえなんだよ、あとしずえ。でもね、売ってるんだわ、お店に。しかもすげえ安く買おうと思ったよ。でもね、やっぱ自分でちょっとトライしたくて、まだ自分で出したい、自分で出して終わりたいなと思ってるからね、買わなかったんでね、自分で出したいんだわ。あ、耳ついたらね、アニマルプラネットのドラちゃん、初メンツバギーちゃんだけで終わりそうじゃね、ガチ。え、マジワンボックス未開封なのに、マジ何も関係なかったな。なんでこんな未開封ボックス発見してゲットできてテンション上がってたんだ俺は。マジでよ、お大胸筋に来てたもんね、めちゃくちゃ。もう未開封ゲットできて大胸筋ブルブル言わせながらさ帰ってきたらさ、全然でもバギーちゃん、あ、そうか、バギーちゃんで全部振ったんだな、運を。いや大丈夫、バギーちゃん俺すげえ欲しかったから前回出なかったし、もうバギーちゃん1個出てるだけでもう激アツ、すげえ展開だよこれは。そうだよな、バギーちゃんありがとうじゃな。他の可愛いドラちゃん被りもたくさん補充できてるし、すげえいい感じだよ、行くぜ。でも俺は諦めていない。これでミヨコさんを出す、魔界大冒険チンからほい、チンからほい、チンからパワー、パワーほい、パワーほい、チンからほい、パワー、大胸筋ほい、ペクトラスメジャー、ペクトラスメジャー、頼むぞペクトラスメジャー。大胸筋を鍛える、音ならば大胸筋を鍛える、音ならばパワー、チンからほい、パワー、絶対ミヨコさんだっけ、ミヨコさん、宇宙パワー。ワンボックスで同じやつが3つ来てるんだよな、宇宙のやつ。ワンボックスでさ、同じやつが。やっぱワンボックス結構かぶるんだな。今までシャッフリングだったんかな、やっぱ。シークレットとかもシャッフリングだったのかも。あんな、あ、でも、シークレットがこの宇宙枠ってこともあるからね、パティン的には。だから、まあ、未開封、やっぱ、シャッフリング、じゃなかったと思うわ。あれもすげえ運が良かったんだと思うわ。それでは、最後の1個。本日最後の未開封ボックス。でもこの箱使えるからな、この箱。反対側使えるんで、反対側深いからさ、
ここに余ったやつを入れて、とりあえず保管しておくと。コンプするまではね、まだ飾れないから、コンプしてから全部並べて、今までゲットしたやつも全部並べて、最後に見てから、コンプしてからディスプレイしようかなと思っているからさ、それまでここで保存するというね、ここに立たせておいて、箱の中に。で、撮影するときに持ってくるという。はぁ、使えるんだ、この箱が、そして。いや、めっちゃこれ、見ようか、見ようか、チンからほい、チンからほい、握力、ほい、パワー、握力、チンから、チンから、チンから、バギーじゃろバギーボックスやんけ。今回、未開封バギー、そうか、バギーボックスだからか。いや、運良かったわ。解体祈願帳、アゲイン。バギーちゃんである、ザン。さっきタイヤ取れてたけど、てか、ここ取れるんだね。今回取れてないわ。バギーちゃんとドラちゃん、ドラゴン青崎、運転してブイーン顔。おお、顔フェイス。ご尊顔フェイスがすげえ可愛いんだよね。よしよし、いや、良かったわ。いや、逆に良かった。これ、バギーちゃんゲットするために買った箱だと思えばいいんだよね。2個ゲットできたしな、最高の展開だったわ。で、次回こそは、いやー、3箱ぐらい一気にやりてえな。で、いやでも、3箱もいらんか。でも被ってもいいから3箱できたら3箱やりたいね。そしたらこういう、でも数じゃないからな、こういうのな。運だからな。あと少しだから、まあ、次回コンプ。次回こそはな、何回も言ってけど、次回こそはコンプして終わろうと思うわ。ドラちゃん、チョコイク、コンプ。で、第2弾のね、バンホーさんに備えるから、ムービーセレクション第2弾。バンホー降臨の奇跡みたいな。バンホー降臨の奇跡よりかも、レベルボックス。いや、楽しみだね、バンホーさん。